自動中心主義は、教育において、子供の自発的な学びを重視する考えまたは、その実践。この考えに基づく教育実践を、自動中心教育とも言う。教師や親による子供への一方的な強制詰め込みを批判して、子供の個性、発達段階、置かれた環境などを適切に考慮することで、教育を、 子供の自発性を尊重したものにすべきだという考え方である。類似の概念に進歩主義の教育がある。こうした思想の先駆けとして以下が挙げられる。児童中心主義は19世紀末の欧米における新教育運動の中より起こった。この考えは日本にも影響を与え、対象期には日本でも対象自由教育運動が起こった。 伊藤長七による高島小学校での教育実践や野口円太郎による池袋児童の村小学校設立が知られる。ありがとうございます。